緑色。緑色が、はい、とても好きです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ちょっとごめんね。ミキさんはスポーツだね。あ、はい。スポーツです。はい。まずスポーツのグループです。誰ですか？はい、彼たちと話してください。はい、よろしく、はい、お願いします。あ、ごめんなさい、ミキさん。吉川さんは、あ、旅行です。まず旅行は誰ですか？少ないな。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ、小学校はどこかに行きましたか？ディズニーランドですね。多分ね。フランスに行きました。フランスに。スキーに行きました。小学校のみんなで。小さい。いや、それね。一人で。トラチと。まだ、スキーに行きました。近いですか？近い。ああ、近い。近い。あんまり行くと前に。飛行機で行きました。それは、フランスのミナノ。あ、ミナノがスペインです。スペインで。いろいろなスポーツから好きです。はい、スポーツ、はいはい、たくさんあります。はいはい、そうですね。はい、どんなスポーツが好きですか？サッカーと、アイスホッケー。サッカーと、アイスホッケー。あ、アイスホッケー。いいですね。アイスホッケー。アイスホッケーはいいスポーツ。いいスポーツです。野口さんはどんなスポーツが好きですか？私もピンポンが好きです。ピンポンは日本語で何と言いますか？小さいテニス。そう、小さいテニスです。ピンポンは日本語で卓球と言います。卓球、卓球です。最後、でも最後はラブです。誰と誰ですか？スパイダー。女の子と一人で。あ、そうですか。それはドラマですか？映画ですか？最初は漫画。うん、あ、そう。漫画。で、次にテレビドラマがあって、映画が。あ、ライブアクションも。その映画が好きですか？あ、面白いです。新しいです。中国語。いけますか？スウェーデンと、アメリカの。あ、そう。ジョンさんは今どこへ行きたいですか？
今、京都が大好きですので。ああ、そう。いや、他は旅行の話、誰がしました？あ、はい、みこちゃん。彼はみこちゃんです。はい、はい、私もいろいろ話をしました。うん。同じ。簡単ですね。今どこ行きたいですか？あ、そう、どこ行きたいですか？オーストラリア。あ、どうしてオーストラリアがいいですか？サーフィンをしたい。誰がいいですか？そう、誰とサーフィン行きたいですか？私はダンプの約束しましたか？国田先生、ナンパをしたい人がいます。ダメ。あ、そうなの？あ、二人で行きたいですね。行ってらっしゃい。他は誰か旅行の話しました。あ、花さんどうでしたか？楽しい。楽しかったです。あなたはスウェーデンへ行きたいですか？行きたいです。うん、スウェーデンのミートボールが食べたいです。でも、大阪でイケアがありますね。でも、それはスウェーデンのミートボール違うと思います。もっと大きいですか？はい、はい。はい、行って、行った方がいいです。行った方がいいです。本当にいいのミートボールを食べます。ああ、そうなの。はい。あ、そう、はい、一輪車みんな知っていますか？一輪車は、ワンウィールバイシクルです、うん、一輪車は二つです。一輪車は一つで、うん、車が一つです。とても面白かったです。はあ、乗ることができますか？いや、リキさんは乗ることができますか？できます。あ、そう、あ、そう、うん、みんなは一輪車に乗ることができますか？じゃあ先生ですね。乗ることができません。でも私の弟が一輪車、はい、一輪車があります。あ、そう、うん。